お疲れちゃんです、ラットです。今日はですね、こちらメガナイトウォールブレイカーのアーチェクやっていくんですけども、ただただ今日はねやっていくんじゃありませんよ。なんとですね、今このクララのねゲーム内にバグというね、まあ不祥事みたいなものがすごい起きてます。で、まあそれもね具体的にこの後ねいろいろ説明しようと思うんですけど、主にクローンにバグが起きてて、普通クローンって、まあ、クローンした人にとって HP が1の状態になるんですよ。そう、だから、まあ、LSP でもザップでも何でもいいからダメージ受けたら、まあ、死亡してしまうっていうのが、まあ、クローンの特徴なんですよね。まあ、なんですが、今ですね、ラバであったり、ゴレであったり、クローンすると、なんとね、破裂した瞬間に、ラバだったらラバパピー、ゴレだったらそのまま小型ゴーレムが生まれてくるっていう。今までだったらクローンのゴーレム、クローンのパピーだったんですけど、普通のラバパピー、普通のミニゴレが出てくるっていう、そんなバグがね今あります。で、そのバグがね結構強いんですよ。だってラバー、ね、2体破裂してるってことですよ。言ったら普通にねラバパピーってそこそこ厄介だと思うんですけど、あれが倍出てくるって考えた時に、まあ、矢の飴とかまあ対処しようはあるんですけどね、普通に考えて超厄介で、それをね今もうまあ逆手にとって、まあずる賢いっていうのかな、もうめちゃくちゃそのバグを利用してグラチャル12勝ね回りまくったりだとか、まあマルチもね世界一行ったぜバグよっしゃって感じですごい盛り上がってるわけですよ。まあいい意味でも、まあ悪いでも、まああんま良くはないですね、そういうなんかバグを使うっていうのは。正直ね、俺もバグでね、バグ利用して世界一行ってやったぜとかもまあ考えたけど、さすがにまあ良くないよなっていうのと、まあちょっとね炎上するのも怖かったので、はい、さすがにやめようかなというわけで。そしてね、その他のバグはこちらちょっとツイッターでね、カブトムさんという方がいろいろまとめてくださってるんですけど、先ほどねこれクローンバグですね、今は直せないけど、まあ、多分後々またね、メンテが来るでしょう。で、あと他には、キングレベルいきなり14になっちゃったよっていうね、キング上がっちゃったんだけどっていうのは、もうこれもね、バグみたいです。はい、ごめんなさいっていう。でね、誤ってロック解除されてしまったチャンピオンは削除されないけど、キングが17まで使えないらしいです。で、もう一個が、これでね、最大レベルのウルトラを持っていた場合、カードがね、返ってくるよっていう、まあちょっとなんかお得にね、感じる。これに関してはね、神っすね、マジで。ありがたいっすもんね、これは。まあそんなわけでね、今日は、まあ鬼退治、まあバグ退治的なね、はい、感じで、まあ不正とまではいかないけど、ちょっとこう、まあほぼ不正に近いようなズルをしてる人たちを、しばいていきたいなと思います。いくぜ!さあ、よろしく。いやー、ラバクロ使ってる顔してんな。これで違ったら、これで違ったらマジで失礼すぎるけどな。うわ、あ、来た来た、もうスキスキャバル、スキャバル絶対黒やろこれ、絶対黒やろ、スキャバルヒースビー、これでクローンじゃなかった時よ。紛らわしいわ。いや黒や、絶対黒や、こんな、ちょっと待って、これは許せん、これに関してはね絶対許せんぞみんな。さあ、いやー待ってよ、あ、着衣透明、ほい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 、まあ一旦これは着衣で折るのは許してもらってもいいかな。で、ちょっとやばいですね、でも。これ、圧着衣がいないとラボを解かせないっていう。さあ、クローンですね。これ、試しにザップだけ打ちますね。打つと、このクローンから出たのが普通の、そう、ラバなんですよ。普通のラバパピーなんですよ。そう、これが、バグですね。見せるためだけに今ね、やばいやばい。そんなことしてたら。ちょっと待って、やばい。まあ、一旦どうにか耐えてほしいね。一旦耐えてもらって、やばい。退治されちゃう、普通に。まあ今のところクローンが出てきたね。クローン、うわ。あ、しかも、圧着衣対策のライト。で、今回ライトでやられても、ネクストには回ってこなかったですね。で、回ってくる共通点がちょっとわからないですね。マジで何なんだろうね。そこわかるとね、めっちゃ強くなりそうだけど。まあそんなわけで、マジでね、クローンが多いので、しっかりもうメガナイトプリンス組むだけあなたきついでしょって話なんだけど、ライドラきついでしょ僕って話。やばい。え?やばいよ、俺。大丈夫これ。なんか退治されない?え?おー、あえてね、止まんないらしいですね、なかなか。いや、でもいいクローン、ちょっと。さあ、あとは、圧着衣ゲーですね。まあ、使い方というか、単純に皆さんにこのデッキ使うときに、ラバクロ当たったら、もう、圧着衣と、圧着衣のスキルを使って、ラバを溶かしてください。で、あともう、矢の飴打てばいいのって感じですね。で、これね、ライト撃たれちゃうかな。ライト撃たれたら撃たれたで、圧着衣を。
また出したいっすね、すぐ。で、これメガナイトを出す必要はちょっとなさそうだな。よいしょ。さあ、ディガーに竹が行くと熱い。お、芝、縛ってる。芝はね、やってます。で、ここでさ、透明化して、溶かします。で、溶かしてしまえば、もうね、俺のターンだね。で、あとザップもあるんでね、しっかり。まあ、ヤナメと、やばい、ちょっと待って、ザップ外したら、やばい、待って、え、何やってんだ、やばい、待って。俺、みんな思ってるよ、何やってんだ。退治されてて腐っ。ちょ、待って待って、違う違う、違うねんな。エンターテイナーなだけなんだよね。まあまあまあ、はい、よいしょ。さあ、着衣ね、もうクローク使って、まあ、スキルですね。ボコボコにね。さあ、ボコボコにしてきます。ボンボンすぎます。さあ、まあ、というわけでね、マジ、クローンがね、今流行ってます。だから多分、まあ、本当に、良くないことですけど、このバグのおかげでね、初めてグラチャで12勝できましたとか、このバグのおかげでトロフィーが2000上がっちゃいましたとか、まあ多分、いろいろあると思うんですよ。まあ、めっちゃかっこいい、それ。まあ、あると思うんですけど、まあ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 。さあ、スケーレスピーさ、今回に限っては、クローンじゃないですね。単純なロイ。ロイだと思ったら、豚でした。さあ、相手はまあ、アチャクイですね。アチャクイのデリバリークエイクウッド、みたいなやつがね、ありましたね。そう、檻の。で、クエイクのデッキ。さあ、アチャクイ対決していきましょう。相手クエイクだったと思うんでね。あ、もうね、圧着対決勝てないんで、勝てないわけじゃないけど、透明化なっちゃうんで、踏んでいきます。さあ、透明化いらっしゃい。透明になった瞬間、ザップってみる。さあ、どうしよう。メガネと使っちゃったからな。これ、普通にいや、でも圧着なんか追加してよくない？圧着が多分強いんですよ。圧着強いから、あ、これ来た。ターゲット変えれます。ディガーで行かれる。さあ、透明化なる。いや、普通にもうディガーに行ってた、タギが。さあ、結構入ります。一発マジで200がね、どん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 。いやー強いんだよね。そう。単純にアチャクが強いね。うん、普通に強い。なんかアチャクでも、まあ、なくてもやっていけるんですよ。本当にない、アチャク入ってないデッキとかでやってる人も結構いる。結構いるんで、まあ、メタは小物系ですね。結構。スケルトン部隊とか、コウモリとか、新鋭隊とか、まあ、数で対応されると。まあ、あとは慣れかな。なんか、この、対応するタイミングとか、慣れていけばね、だんだん対応できると思うんですけど、まあ、言うて強いよね。さあ、ガゴね。これ、デリバリーで全部行かれると嫌ですが、これヤンナーメぐらい打ってね、あの子さよならしてもらって、圧着に強いな。スキルまだ相手使ってないもんね。さあ、これザップってね、紙リセットします。さあ、ナイス。で、圧着いで、全部回収と。いや、なんか、クローン、ボコしたいね。もうなんか、とりあえずね、ボコしたいよね。クローンを。さあ、メガナイト。まあ、僕もでも何回か使いましたけどね。まあ、3回ぐらいだけど。でもなんか、あれっすね。新カードの、スケルトンキングか。スケルトンキング、すごいなんかパーティーみたいなデッキがあって、おもろそうだなーっていうので、ただただ使って、なんか、試しよ、試し。まあ、みたいなことはしましたけど、まあ、負けたけどね。それを愛用したわけではないので、ちょっと許してほしいなって思いながらの、めっちゃ慌ててくるやんけ。はい。そんな感じかな。さあ、鬼か。いやー、鬼、使ってなさそうな顔してますね。さ、日本の方です。よろしく。黒なー。うわっ！いや、わかんない。今んところ、もう、ラバクロって言ってる。ラバクロって言ってるけど、まあ、スケルトンキングの可能性もすごいあるんでね、まだ。あー、いや、わかんねえな。急にわかんなくなっちゃった。アウトロースケブね。すごい小物デッキですね。圧着衣を出すか迷うが、出します！圧着衣やっぱ、あれ？これ、もしかして、逮捕案件来るかもしれないよな。いや、まあ、まだわかんない。まだわかんない。カタン！
なんか来たら圧着衣透明化させて、ロバじゃねえ、ラバ溶かしてやなめ。まあ、これランバが先行するのも熱いな。これで、まあランバちょっと受けちゃうんだけど、いや、ガゴ出してから早く溶かして嫌ですね。おい、おい、さあ犯罪です、これ。皆さん、ザップだったら終わってました。はい。引きましたね。もうバグロはしてる人がいます、バグロは。まあ、強いんでね、使いたい気持ちは非常にわかりますが、しばかせていただきたいと思いますね。やなめザップなんでね、この黒本だけはボコボコにしたいよっていうデッキです。さあ、オールブレイカーで、なんかね、コスト使わしてからの刺したいですね。サファイアボール使いました。ケツプリプリいっちゃうか。圧着衣からのスキル、やなめで、まあ、ラバーね、基本的に溶かせます。まあ、その下のランブ、あ、他のね、ユニットどうにかできればね。さあ、カトゥン、いや、ガンムシー、いや、殴っていったな。今のプリンスほど犯罪なものないけどね。さあ、大体ファイボだったので、まあ、ラバクロファイボですね。まあ、着衣はそこそこに行きそうですが、さあ、ちょっと暇なので、ガゴぐらいから行って、さあ、着衣出しながらの、まあ、ちょっと攻めちゃおうか。これはね、もう、やるしかないですよね。まあ、着衣で溶かして、いや、あれ結構犯罪ぐらいに強いんだよ、しかも。ちなみに、圧着衣。殴ってきそうぐらいで、ちょっと、透明化して。で、溶かしたい。いや、打ちたい。いや、打って、しっかりね、全部さよならしてあげて、OK! いいよ。いや、熱いよ。そして、しかもまだ透明化残ってる。透明化今いらないな、正直。まあ、溶かすために使ってもいい。さあ、ザップ打つ。さあ、ちょっと圧着頑張れ、頑張れ、頑張れ。これ全部いけないか。一応、矢打つか。いや、マジで、パピーが全部、高い。火力が高いですね、火力が。さあ、落ちる。落とされてしまう。ちょっと待てよ。俺が退治される番や。もしかして、やばい、番って。ちょっと待てよ。本当に。さすがにね。さすがに大丈夫でしょう。しっかりね。クローン、今日は分からせる企画なので、分からされることだけは、本当にダメ。いや、でも、マジで、あの、圧着衣強いから余裕である。さあ、ザップ打って、いや、天才的なザッパ。そして、カトン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 、透明化しちゃう。あ、プリンスが、カトン、カトン。オーケーイ。さあ、まあ、ラバクロね、ゴレクロ、クローンは、もう今ね、ズルですから。強すぎて。はい。です。さあ、よろしく。あ、君、クローンの顔してんね、ほら。もう、バレバレ、やりたいと思います。さあ、ケツプリー。いや、ザップで行くか。どうしようかな。相手に動いてきてもらいたいんですが。犯罪、犯罪、これもう、100-0でラバクロっすよ。もう今、グラチャレでラバ使ってる人でクローン入ってる人いない。入ってない人いない。うん。うわ、しかもなんか、ちょっとお乳式ラバクロ。ちょっと待って、やばい。で、しっかりクローク使って、秒で溶かす。さ、ダクエとかはね、そのまんまなんですよね。なんかラバとかゴレとか、エリゴレバだったかな、なんか。そう。ものによる。オーケー。なんか、あの、分裂した時のやつが、なんて言うんだろうね。HP が多い系なら、みたいなね。本体の。濁音とかって濁音死亡時、まあ、なんももう出なくなったしね。死亡しても、HP1 とかのね、例えば、宝石とかだったら、HP1 とかの好きなんで壊れた瞬間、クローンしても、みたいな。なんか説明ちょっとむずいんですけど。さあ、リーガー、待って、俺ワンチャン負けられるね、これ。さあ、もう攻めていきます。で、スケルトン部隊でしょ、どうせ。いやー、スケルトン部隊。これ、俺、大丈夫かな？守れるかな？いや、もう1300多分守るのは結構不可能な気がするな。無理だよね、これ。結構無理なので、一旦落ち着いて、よし、リアナミ打って、よしよしよし。被爆。あ、来た来た来た。で、圧着衣ね、このスキル使った瞬間、攻撃速度もちょっと上がるので、シュク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 ってなるんで、でもこれでね、早めに溶かせます。
いやー、鬼退治気持ちいいっすね。いやでもマジで多すぎ？やばいよね。でもマジで本当にね、もうみんながやっぱクララ好きなんだね。もうそこまでしてでもやっぱ勝ちたいっていうのが出てるじゃないですか。そういうことだもんね、やっぱ。どうにでもなれ、勝てればええんや、勝ちてんやっていうのがね、伝わってきますよね。さあ、キングがね、折れてナイス、鬼退治、鬼退治、ナイス。はい、というわけで、今日はね、まあこちらメガナイトプリンスの圧着使ったので、まあこちらのデッキもね、普通に使ってもらいたいんですけど、まあ今クローンが本当にシャレになんないぐらい強いんでね。まあポジティブに考えれば、誰でも世界一位狙えるとか、グラチャで準勝したことない人もワンチャンあるみたいなね。まあそういう捉え方もできるんですけど、まあ僕みたいなね、クローンぶっ潰すでーの人らもね、結構いるので、はい、当たった時にね、ボコボコにされないように気をつけてください。というわけで終わります。よければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。